V ストロームにグリップヒーターを取り付けるっていうね、はい、それで、エアクイナーボックス外すのは何なの、でナックルバイザーね外して、でいよいよ、外すところに来てますね。でこっち側ですね、スロットルケーブルがかなりね、こう遊びを初め遊びを作っとくようになってるんで、最近になっててね、だからそれをこう潰すっていうかね、なくす、遊びを作って逆にだから戻して作ってあげるっていうね、それによってここのね、ほらこんなに型で遊びができました。それによってグリップを外すというような作りになっている。 PCX とかもそうですかね。でこれもし遊びがこれ作れないとどうなるかというと、このスロットルボディ側、こちらでそれをやんなきゃいけないということになるので、そうなるといろいろみんな外さなきゃいけないとかね、うん、だから大変なことになります。ただこれどっちにしてもここ外すから、まあね、まあいけるんだけどっていうことでね、まあとりあえずこのグリップを抜きましょう。プラスドライバーでいいのかな。どこ行きました？プラスドライバーはないじゃないか。どこだ、ね、プラスドライバーさっき使ってどっかに置いて忘れちまったみたいですね。まずいね。ところが違うプラスドライバーが、まあ、出てきます。はい、これはね、京都あれここじゃない、ないね、これ京都京都ツールね、はい、っていうところのやつです。とりあえずこれね、緩外していきましょうよ、ね、で、まあ、一緒にいろいろちょっとグリス塗ったりなんだりっていうのをね、やってる都合上ね、はい、さあそういうことでですね、世のをね、世のじゃないですけど、世のってありますけどね、世のね、皆さんね、世の皆さんじゃない、世の奥様ね、バイクというのはですね、ね、いいですか、バイクっていうのは一台で全てが事足りる乗り物ってないんですよ。バイクは要は例えばね、バッグね、アクセサリーいろんなのありますよね。でバッグもいろんな種類のがあるじゃないですか。もちろん洋服もそうですね。そうするとこれはこういう時用ね、これはああいう時用、あれはそんな時用ってありますよね。世の奥さんもいろいろお持ちだと思いますね。お持ちだと思います。だからそれと同じなんです、バイクも。例えばですね、スクーター1台あれば事足りる、とんでもない話なんです。大型バイクも必要だし、ね、中型バイクも必要だし、ね、いわゆる原付クラスの、いわゆる原付2種とかいうのも必要なんですよ。そう、みんなね、役割が違うんです、用途が違うんです。ですからね、あそこに行くときにはやっぱりこのバイク、ね、こういう使い方、通勤にはやっぱりこれ、そういうふうに、ね、使い分けをするっていうのがバイクの正しい乗り方です。よろしいですか、ね、皆さん、ね、そんなことねえよっていう方いらっしゃいますか。でもね、そうは言ってもいっぱい持てない、ね、そういう方いらっしゃると思います、ね。そういう方のためにこういうね、いわゆる多目的用途で使える、ね、デュアルパーパス系というのもございます、はい。で。こういうバイクのいいところはですね、これこうやって外すの、あ、下が外れるの、すごい作りだね、さすが鈴木だぜ、はい。ということでね、これ多目的ビークルなんてね言うかもしれないですけど、鈴木はグリス塗ってるよ。これがメイドインジャパンですよ。メイドインジャパンっていうのはね、そんないっぱい塗ってない塗ってるね、はい。これ GP125 と同じね、グリップを採用している。これが鈴木です。ね。はやぶさも同じです。ね。キムコの GP125 と同じグリップです。はい。素晴らしいよね。はい。どっちが素晴らしいのわかんないですけどね。はい。で、これ外しましたんですね。ここに、いわゆるグリップヒーターの、あれをつけるんですけど、俺どこ行っちゃいましたかね、グリップヒーターね。で、箱で、ね、出してね、よし、これつけようなんてね、ウキウキなんてやってたんですけど、ね、どこ行っちゃう、そう。ですから、ね、贅沢でも何でもないんですよ、バイクをね、何種類か持つっていうのは。そう、みんな違うんだ。例えばですよ、例えばね、同じようなのを3台持ってるってなったらちょっと問題あります。はい、これはね、ちょっとこれはいらないんじゃないかってね、言われるかもしれないですよね。だけど例えばよ、スーパースポーツがね、 SS 系が1台あってね、そしてこういうね、デュアルパーパス系みたいなねのがあるね。まあ、一番わかりやすいですね、普通のツアーラーモデルね、ツアーラーモデルと、まあ、そういうスポーツ系とね、まあ、ネイキッドでもいいんだかな、ネイキッドみたいなですね、そしてスポーツ系、そして、
オフ車、ね、オフ車、オフ車、オフ走るね、オフ車じゃないけど、でもオフ車っていうのは、オフを走ることに特化しているので、いろんなですね、弱点がございます。はい、弱点。弱点というとあれですけど、だからそういう部分がありますので、すべての用途に使うっていうのはね、なかなか難しい。で、じゃあアドベンチャータイプ、これだとオフ走るんじゃないのってね、重すぎるんです。ね、重すぎるんです。ですから、オフを走るには実は適していないということが言えるかと思います。はい。ですので、やっぱりですね、この辺はね、この箱に入ってるのかな?この辺はですね、やっぱりね、ご理解をいただいてね、3台、4台持ちたいっていうね、持ちたいというか必要なんだよっていうね、世の、ご主人ね、そういった方の、私はね、代弁しなきゃいけない。ね。はい。そうなんですよ。そう、本当はね、本当は1台で全てが済めばいいんだけど、やっぱりほら、通勤ね、スクーターが一番いいです。ね。PCX だのね、ADV だのあります。もちろん KRV なんかでね。あ、でも KRV はね、さらにね、ちょっとツーリング、週末ツーリングとかで使うような話、レクレーショナルなんとかじゃないの。これ1台でいいじゃないの。そういうことじゃないんですよね。やっぱりちょっとね、いろんな種類のを持たせてくださいよ。ね。そう。だからね、バッグが欲しいって時にね、あ、いいんじゃない?うん、それ、あ、今度、ね、あるじゃねえかなんて言っちゃダメなんです。そういうもんなんですよね。はい。だ洋服とかもそうですね。新しい服ね、それにすぐこうね、あ、何?新しいの?いいね。似合うね。そういうですね、ね、髪型もそうですよ。ね、よく観察するっていうね。そう。でもね、世の奥様方ね、バイクね、区別がつかないという方もいらっしゃるそうです。わかんない。だ台数で判断している。2台あれば2台。ね、だからその2台のうち1台が入れ替わってたとしてもわからないっていうね、そういうね奥様もいらっしゃるそうですね。はい、ですからまあやっぱりほら観察してないよね、興味ないからね、興味ないからまあそういうことになるんですけど、まあそれはね男性もね、やっぱりもしかすると男性っていう表現は良くないのかな、まあご主人も一緒かもしれないね。はい、ご主人っていう表現もなんかあんまりねあれなんですけど、まあうちの場合はご主人があちらで、私がよくわかんないですね。はい、まあ、そういうね、うん、まあ、いろいろあると思いますよね。はい、ですから、そういう髪型とかね、もう美容院行くなんて話を聞いたら、もう、ね、あ、いいね、帰ってきたらすぐいいねっていうね、そういうのが必要かと思いますよね。素敵、あ、似合ってるよとかね、うん、ね、休みで切ってないって、おかしいな、ね、まずい、そんなのまずいですけど、はい、まあ、服とかもそうですね。よくね、いつも普段から観察して、そして、あ、ね、はい、あ、新しいの?いいね、ね、そういうふうにすることによってですね、いろんな理解が得られるね、お互い相互理解ですね、相互理解というのが得られるということだと、私は思います。はい、なかなかね、難しい、ね、はい、相互理解というのはなかなか難しいんですよ。ね、お互いね、お互い理解し合えないっていうかね、そんなようなね、こともあるとかないとかね、言いますけどね。まあ、スロットル側をとりあえずね、今入れ替えてます。はい。で、こう、引っかかるところに、ちょっとね、シリコングリスかなんかを少し塗っとくと、もしかするといいのかもしれないとね。はい。ケーブルの太鼓の部分っていうのはね、非常に実は切れやすい部分なのかもしれないですね。そんなことをね、思います。はい。ですから、そう。あ、それで取説にはここにグリス塗ってくださいね、って書いてあります。はい。だからやっぱりね、鈴木はちゃんとやってるね、はい、素晴らしい。私は決してね、鈴木には感染してないと信じておりますが、ね、思っておりますが、やっぱりね、いいものはいい、ね、そうやって褒める、こういうのがやっぱりね、お互いを、ね、はい、さ、そういうことですね、はい、どういうことなんでしょうか、ですね、鈴木のバイクはいいよね、本当にいいわ。ね、本当に、あれ、ね、乗っていい、ね、乗っていい、あと何ですか、乗る以外何がありますかね、ね、眺めていい、ね、これもう傘なんでね、もう今っていうのかな、リビングに飾っておけるんだったら飾っておきたいみたいなね、そんなバイクですよ、ね、そうです、ないですか、そういうのね、これどこに引っかかるんだろう、これ引っかかんないのかな、爪ありますよね。そんなの強気じゃないよね。ね、こんな感じね。ね、いいでしょ。ね。で、これ止めるね。いいよ。やりやすい。うん。かなり遊びをね、大きく遊ぶようになってるから、これはなかなか親切な作りだね。はい。やるじゃないか、鈴木。ね、はい、
そんな、ここにそんなに気使うんだったら、このあそこに遊び作ってこんなに、そこに、ここにね、ここまで気を使うんであればよ。ね。取り付けもう少し気使ってくれ、簡単にできるように気使ってくれてもいいんじゃないかって、ね、思ったりもしますけどね。はい、まあ、あんまりね。いやー、V ストロームいいなそう。あのね、V ストロームはね、みんないいと思ってるんですよ。思ってんだけど、じゃあいざ、ね、いざ、っていうと、と思うんですよ。見たい、見たい。そう。近所のお客さんもね、まあ、BM 乗ってますけど、V、ね、もう、そろそろ、変えようかな、ね。B、ね、これ。いやー、いいっていうのはわかるんだけど、そう、なんかね、こう、なんとなくね、歯切れが悪いんですよ。なんですかね、あれね。そう。結局ね、あれじゃないですか。乗ったらね、最後もうこの魔力に取り憑かれちゃうっていうのが分かってるからじゃないですか。ね。いや、やっぱいいよね、鈴木はってね。そう。ね。いや、鈴木の良さは分かってるんだと。ね。昔乗ってたし、ね。鈴木ってね。そう。でも、どうしても、なぜか、その、ね。っていうわけ分かんない、ね。そういうあれがあるんですよね。はい。これどこにつくのかな。で、これはですね、ちゃんと取説にどこを通すとか書いてあると思うんで、それにのっとって、この、ね、これ、通すということです。で、マニュアルがちゃんと、鈴木さんの場合は、この本のね、いろんな国の言葉で書いてある、こう、本、ほら、本になってる。これをつけてくれてます。はい。これがですね、世界の H だと、ついてないですから、ダウンロードして、それで見てやってくれっていうね、そういうやり方になってます。まあ、どっちもどっちですね。はい、この本嬉しいけどね、うん。そして左側はどうやって抜くのかな？強引かな、ね、左側は強引かもしれないね。書いてないね、左側のことにね。うん、あ、そっちが通すんだね。はい、4ミリの範囲にアジャスターを回して調整しますね。ここね。この遊び。これね。ね、これ。4ミリの範囲。まあ、一番大きくても4ミリ。あんまり遊びやると乗りづらいと思うんですけどね。で、これはですね、この辺を通すみたいです。こうやって。こっち。ね。こっちを通して、中に、どうなんだろうな。わかんないな。ね。はい。まあ、そんな感じですよ。はい。ね。なるほど。それで裏が通すのね。わかりました。はい。そして、反対側はね、ハンドルバーの表面に傷がつかないように慎重にマイナスドライバーを使用してください。マイナスドライバー差し込んで、隙間を設け、その隙間に脱脂洗浄剤を注入し、接着剤を分離させて、左側グリップを取り外しますと。その説明があります。はい。ですから、ここのところに脱脂洗浄剤、マイナスドライバーでね、ちょっとこう隙間ひる、あ、ね、作って、そしてそこに、パーツクリーナーを差し、ね、入れて、そして緩めて外すって書いてあります。はい。でも、そういうやり方をすると面倒っていう表現は、わかんない。それでも、まあ、外れるのかな？とりあえず、エアで、よし。ね、エアでやっちゃいます。ね、こうやってね。なんだよ、簡単に外れんじゃねえか。エアでね。ただ、このゴムのりがいっぱいついてる。やべえ。はい。さあ、これがですね、鈴木純正の、グリップね。はい。GP125 純正のグリップも上にいっぱいあると思うんで、後で比べてみよう。ね。違う、そんな同じわけないっていう人もいるかもしれないですからね。そして、ここについてる、この、もともとついてるこのゴムのね、でも簡単に剥がれたね。エアでね、これをハンドルバーに付着した接着剤済みカス、ね、接着剤カスを脱脂洗浄剤とウエスを使用して取り除きますって書いてあります。はい。ね。はい、で、左側グリップヒーター内面にボンドを均一に多めに塗布します。グリップの内側に塗るんだ。それでズボッと刺すんだ。へぇ、これ剥がれるかい？これ。ね。こんないっぱいついてんのね。うん、へぇ、いいね。こういうのはね、楽しいですね。醍醐味だね。はい。で、これを取り付けたら、この配線をね、全部つなげるっていう、これがなかなか、もしかすると、大変な作業なのかもしれないということでね。はい。脱脂洗浄剤って、パーツクリーナーでいいのかな？ブレーキクリーナーとかパーツクリーナーっていうのがありますけどね。これで剥がれるの？いやー、厳しいね。爪でね。
ペロ、あ、でも結構剥がれるね。これホンダボンド A じゃダメなの？大丈夫ですよね。これ塗らなくても関係ない、塗っと塗らなくても関係ない気がするな、ね、はい、こういう時は樹脂の、ね、こういう樹脂のやつで やるのがいいんじゃないですか。金属のやつだら傷だらけになっちゃうからね。地道だなこれ剥がすの。おお、すごいですね。はい、そう。そういえば映画ね、チャッ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 っていうやつを見たんですけど、チャーカチャッチャー見てないんですよ。で、時間を見るとね、大体ね、昼ぐらいしかやってないって話で、とてもじゃないけど見に行けないじゃないかっていうね。どうしたらいいんですかね。もう終わっちゃうかな。例えばなんかあんまり噂になってないっていうか、最近映画のね、あれですかね、ストライキとかあるからですかね、なんかそんなにこう騒いでないっていう感じがするんですよね、気分的にね、もしかすると違うのかもしれない、騒いでるのかもしれないけど、それが耳に入ってこないだけなのかもしれないんですけど、ね、まあ、チャッツチャッチャッチャッっていうのはね、まあ、相変わらずね、無謀なことしてますよね無謀なことって言わないのが、ね、危ないことされてますけどね、はい、あんなね、崖からバイクで飛んじゃうとかね、もう普通の人やんないですよね。ね、あのバイクはどこ行っちゃったんですかね。そう、実際にあれ飛んでるんですよね。まあ、そのままパラシュートで列車の中に飛び込む、あ、言わない方がいいの？それダメなの？いわゆる飛ぶシーンありますよね、CM でね。あれはすごいよね。本当にもう。すごい、ね、なんかバイクが活躍してる感じがするね、なんか嬉しいね、はい、嬉しい、ね、剥がれないよ、どうしたらいいんだよこれ、参ったな、もうこの糊が、でも糊剥がれないんだよね、パーツクリーン、うわ全然もう、はい、まあ、ちょっとこれ地道にね、はい、これすごいグリスが乗ってんだけど、クラッチの方がなんか綺麗にね、塗ってんのかな、ね、ライオンさんね、クラッチの方はね、塗った方がいいっていうかね、あるとしてね、はい、これも塗ってんのかな、そんな感じじゃないけどね、はい、ここは多分純正です、色合い的に、ね、これをやって、あ、これね、こうじゃないの、こっちこうミラーのこっち側をここで止めて、そしてこっちから下に行くんだ、そしてこのケーブル、下のスイッチ用のケーブルと沿って中に入っていくというような感じみたいですね。こんな感じです。はい。見た感じね。いいね。これ新しいのいいですよ、やっぱりね。細身でね。ノーマルグリップと同じような感じ。いい。よし。この剥がすとか、なんか何とかする、こそぎ取るとか、そういうのが一番時間使うんですよね。そうね。そうね。グリップヒーターコントローラーをバッテリーボックスに取り付けますって嫌な予感するな。ここか。これだ。ここだ。これだ。これだ。これだ。ってことはこっちじゃないんだ。こっちは関係ないんだ。これはそのままどっかにこっちの方に置いといて、それでここに ETC つけりゃいいんだ、ね、そうですね、 ETC をね取り付けるとこないんですよこれ、でここにちょうどなんか大きさ的に三つ葉の ETC が入るんじゃないかなっていうサイズ感のものがあるから、スペースがあるからそこに入れる、この、まあ、通常これがケーブルが来てるんです、ケーブルもどっかに寄せりゃいいでしょ、なかなか楽しい、これがねコントローラーなんですよ皆さんね、見てやってくださいよ。これがコントローラー。で、コントローラーはここに、ほら、ゴムのね、これでこう、なってるんですよ。なかなかよくできてるよね。はい。こうつくのかな？違うな。逆だな。こうだな。今日約束じゃなかったかな？お昼頃。ね。こんな風になってね。はい。そして、これがそのまま
あのグリップヒーターリードワイヤーどれだろう、グリップハイリードワイヤー、あえこれがそのまま全部つながるの、長いね、うーん、あこれ前からずっとこっちに来るんだ、それでことをして、それで最後ここにつくんだ、かっこいいね、っていうか、うわ純正っぽいね、ほらバッテリーの後ろにこうつくの、まさしく純正だよね、いいですね、これはねたまらんですな、通すところグリップヒーターリードワイヤーの接続って書いてあります、こことここを通しますって書いてありますね、ね、なるほどね、まあ、これに従ってねあれもつけるって感じがしますからね、いいですね、これ他のにつけられるんじゃない、このグリップの要はここがちゃんとここさえ合えばキムコの車両につけられるんじゃないかな、そしたらこれつけるのいいね、KRV にね長さは別に大体合ってるから、あこれ KRV についてたらいいな、ちょっといいね、うん、まあ木島さんでもいいんだけどさ、ね、はい、うん、高いんだよこれ高いんですけど、うん、高いけどでも純正ってのはいいですよね、はい、よし、そしたらですね、お昼休みですねお昼休みです。はい。途中までしかできなかったね。そっか。すげえな。いや、だって全然後付け感ないもん。当たり前だけど。まあ当たり前なんだけど、後付け感なんかないもん、全然。素晴らしいな。初めから付けてくれりゃいいのにな。ね。やっぱり、そう。そうなんです。ですからね。やっぱりお互いの相互理解というのが必要だということを私は、ね、だから何でもそうですけど一方的に自分のあれだけ通そうとするとうまくいきません、ですから、まあね、バッグでも何でもアクセサリーでもね、あいいね素敵だね、あそれは買った方がいいよ、ね、そういうことです、ね、そうするとやっぱりねバイクも、ね、2台3台4台ね、こう必要なんだよ、ね、やっぱりほらこれはこういう時を、あれ、あれはああいう時を、ね、こういう時はこういうのが必要なんだよと、ね、やっぱりそういうあれも説得力が増すのかな、ね、相互理解でございますね、やっぱり自分だけこれをってやるとうまくいかないというのかもしれない、ね、もちろんそれぞれ家庭のご事情というものがあるのは分かっております、いや分かんない分かんない、ね、あるかも、まあ、もちろんあと、まあ、予算的なものとかね、いろんなものあるかもしれませんが、まあ、そういうことでね、ぜひ、素晴らしいバイクライフね送っていただけると幸いということがやるかと思います、そうですよね、あとねガレージね、そうおっしゃるんですよ、いやー G リンクは置いておきたいと、ね、非常にいいね、だけどちょっとな置く場所がっつってね、はい、何か考えていらっしゃるようでございました、はい、今日ねちょっとねお見えになりましたね、はい、でそうブレーキスイッチがちょっとダメだってね、今度後ろ側じゃなくて前側ね、だからそれを前側ちょっと交換をさせていただきました、はいね、うちにある新車から外してとりあえずね、そうクレームするにしてもほら時間かかっちゃうから、それだったらもう物自体はねあるわけだから、新車についてるやつだから一回も使ってないんだから、それをちょっと入れ替えさせていただきましてね、であっちにはまあクレームで後からね申請してっていうあれなんですけどね、うん、やっぱお客様第一ですでしょ、ですよ、そう、まあ、メーカーとしてはそういうどうのこうのね、いやお客様がそこでお預かりしてどうのこうのじゃね話にならないですからね、はい、やっぱりこう速やかな作業まあいろいろあります、はい、わかんないですけどね、適当に言ってます、はい、ということで、あベトナム製なんだこのグリップヒーター、鈴木さんのはね、なるほどね、ということで、そうですね、つけてできれば今日中に外装を戻せればいいですよね、